大谷翔平8勝目、防御率は 3.50、3.71、出塁率は4割へ。こちら現在の大谷選手の成績、ついに出塁率4割になりました。まあまあスタンダード、バウアーみたいな成績やな。ホームラン打たれまくりだし、を下がってそう。 FA したら投手諦めさせられそうやね。勝ったのかよ今日 W。 防御率4になったらちょっと雑魚チームにボコられるって、投手としてはいよいよ終わりやな。防御率3点台は死守しろ、4点台は二刀流を名乗れなくなるぞ。まだ見れる数字、地獄られたら投手としては終わりだな。ナ・リーグ最低ホームラン数のパイレーツに4本脱いだアビタ投手がいるらしい。今日の試合でエンゼルスの仲間の力強さと素晴らしさを思い知っただろう。ヒット FA 権を取っても翔平はエンゼルスでワールドシリーズを目指すだろう。投手は中継ぎかクローザーでいいやん。先発する必要性がわからん。今日だけで藤浪の4倍ホームラン打たれたってマジいい。後に称したら打者専念内野の練習しとけ。いくら打者として優秀だからってお遊びで投手をやってチームに迷惑をかけるのは違うよね。こんなクソみたいなピッチング続けておいて勝ちたいとかぶーたれてんの違和感しかないわ。勝ちたいならもっと良いピッチングしなよ。今日勝てたのはチームのおかげ。大谷登板しなくても勝てたんじゃないの。まあまともに勝負するわけないだろう。ご視聴ありがとうございました。